どうもピオキングです。今日はスーパーマリオメーカー4やっていきたいと思います。スーパーマリオメーカー3が出てないのにスーパーマリオメーカー4をやっていきたいと思います。スーパーマリオメーカー3が出てないのにスーパーマリオメーカー4をやっていきたいと思いますまあ突っ込みたいところはいろいろあると思うのよ。僕もそう思います。でも皆さん安心してください。その突っ込みたいところ僕が代わりに全部突っ込んでいくから。でこのスーパーマリオメーカー4どういうゲームかと言いますと、ウェブゲームで無料で遊べるゲームなんだよね。一瞬だけやったんだけど早速やっていきますね。まず旗みたいなのがあると思うんだけど、これをクリックしたらスーパーマリオメーカー4が始まるのよ。もう普通にねスーパーマリオメーカー2みたいにやれるのよこれすごくない？でプレイって書いてると思うんだけど、このプレイボタンをクリックしたらロードレベル、ロードワールド、バックってあるけど、このロードレベルのところにとあるコードを打ち込んだらコースが遊べますよみたいな。でそのコースがとてつもなくあるのよ。だからどれ選べばいいかわかんないから適当にコードを選んでやってってみるね。はい、それじゃあコードをコピペしてきたんだけど、これでチェックボタンを押すじゃん。そしたらコースが始まるみたいなんだよね。いや、どんなコースなんだろうね。なんかいかにも普通っぽいコースだね。でこれちょっとカクカクしてると思うんだけど、これこういう仕様みたい。まあウェブ上のゲームって言ったら、まあ、こういうちょっとねクオリティがさすがに下がると思うんだよな。うわ、ほんとにマリオメーカーっぽいすごい。しかも音楽もさ、マリオメーカーでは聴かないような音楽も流れてるし、結構楽しいかもしんないこれ。でここは、あ、キノコが出てくるのね。そして上のハテナはやられるかい。え、ちょっと待って、今プロペラ出てこなかった？このプロペラをさ3スキンで撮ったらどうなるかって話なんだけど、一旦撮ってみようか。キュルーンとかさ上に上がることできんのかな。うん、さっきと同じ同じ同じ。これ今気づいたらさ残機が無限あるわ無限とかもうやられ放題じゃん。やった、ここでプロペラ取って、こっからおお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 すげえ、スリースキンでこんなことができるんだ初めてだな。ドカーも入れる。でここはどこに来たんだろう。うわ、ちょっとね順々に行きたかった気持ちもあるんだけど、ここさっきのところか。でさっきのこれはレール、うん、雑だな、うん、すごく雑。なんか棒がちょんって設置してるだけじゃんか棒2本だけでちゃんと氷ブロックもある。いや面白いね。これこのまんま握ったらどうなるか気になるんだい。ちょっと行ってってみようか。もしかしたらゴールがありますねみたいな。あ、ちゃんとこのくるくるくるできるんだ。うわー、やっぱなんもねえか。ってことはあの土管が行くべき道なんだね。いやこれねマジで作り込まれてるね。無料のゲームとは思えないほどのクオリティだよ。マジでスーパーマリオメーカー3とか出たら3スキンでプロペラとかワンチャンあるんじゃねえかなと思うんだけど。いや左のハテナも気になったよな。あっからまた何か別の新しいアイテムとか出るかもしんねえ。ここはキーノコ、またプロペラとか出してくんねえかな。いやちょっと待ってごめんミスった。しかもさ今キノコ取ったのになぜかチビ状態になってしまうというね、まあそういうちょっとしたバグみたいなこともあるんだけど、さあここはもうどんどん右に進んじゃおうか。進めるとこねえけど、土管に入れる？入れるね。さあ次の場面はブーメランマジ？こんなことしていいんですか？任天堂から怒られないかな。ブーメランもちゃんとこうやって避ければブーメランみたいになってくれるんだね。ちょっと意味わかんないこと言ってるけど、戦車もなんか懐かしい気がするな。動いてないよこの戦車。じゃあこのまま右に進もうか。右は行き止まり、こっちの土管かな。この土管に入れば先に進める。で今度はブームか。うわー、ブーメランで戦ってみたいところあるよね。このファイヤーとおい、ブーメラン大丈夫かなんで、なんか3回ぐらい、あーやられたやられた。スーパーマリオメーカー2だったらさブンブン何回か当てたら復帰して戻ってきたよな。まあそういうこともなくずっと回し続けるっていう感じね。でこのコースは終わりと。いやこれ面白いね。もうちょっとやっていこうか。今度はね次面白そうなの見つけてきたよ。ロードワールドっていうのが見えると思うんだけど、このロードワールドにコードを入れるとワールド形式で遊べるみたいな。ちょっと入れてってみるね。はい、入れてきました。でこの方は一の一なんちゃらかんちゃらって書いてたから、一の一を改良したようなワールドが待ってるんじゃないかな。じゃあチェックボタンを押してスタート。1の1バット1つずつ、あとはワールドワールド読めないな
ちゃんとワールド形式になってる。無料の域超えてるって。で、ここが1の1みたいな感じかな。で、次は1の2みたいな。まあやっていこうか。1の1プラス1の2ってことは1の1と1の2を組み合わせたようなコースなんじゃないかな。まあ見た目としては1の2っぽいような見た目だけど、まあキノコ取っていこうか。どっかに1の1の要素があるんじゃない。ここの土管はなんだ。あ、わかった。ここさ、1の1の最初の土管をイメージしてるんじゃない。で、ブロックが1の2みたいな。あー、なるほど、そういうことか。まあ難易度的にはそんなに難しくはないと思うんだけど、5期しかないの。5期以内にこのワールドクリアしろみたいな。待て待て待て、お前紫色のスターって何なんだよ。それ取っていいスターなのか。中間ポイントもあるのは優しい。何、アイテムの上に乗るクリボーってさ、そんな初めて見たんだけど。じゃあ一旦クリボー倒して上に行こうか。で、ここはなんか見たことあるような景色だけど、1の2の隠し通路を作ってるみたいな感じか。本当にね、1の1と1の2を合わせたような感じだと思う。で、ここもスター。やっぱりね、ここは1の1だね。いや、マジでこの色ちょダメだって。その色レインボーっぽく見えるけど、ちょっと毒々しくないかそれ。さあ、このパックンも倒しつつ、意外と長いな、これ。どんな感じのゴールなんだろう。ポールとかはないのかな。まあ3スキンだったら、あのキノコとかスターとかルーレット形式のゴールみたいな、まあそんな感じだと思うんだね。やっぱりこういう感じか。いや、本当にめちゃめちゃ面白いねこれ。さあ、次は1の2かな。これはここやっていこうか。スペース2スタートレベル。まあスペースボタンを押したらスタートするんだけど、1の1レインボーって、え、何この音楽。めちゃめちゃいい音楽なんだけど。しかも3スキンで、何だったっけこの鉢。 3D ワールドにしかないような敵もいる。で、見た目は1の1かこれは。だからここも4つ目の土管気にしようか。4つ目の土管に入れますみたいな。これが4つ目の土管。いや、入れるの。これブロックじゃん。絶対入れねえと思ったし。で、ピンクイン多い多い。じゃ、これも入れますみたいな。いや、もうめちゃめちゃじゃん。大丈夫このゲーム。いや、ちょっとさ、ちゃんと行きたい部分。お前スネークブロック1個しかないの。え、何を押してるから。ちゃ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 、またかー。ツッコミどころが多すぎて、もう全然ついていかねえんだけど。まあ普通に行ってみたいところはあるよな。あ、ガリガリまでちゃんとある。そしてこれは何だろう。これはなんか見たことあるようなブロックだけど、確か 3D ワールド。あ、これ 3D ワールドで作った1の1みたいな。で、バーちっちゃいな。こんなバーも初めて見たな。で、左上もさ、これ戦車の下の部分、まあ、こういう感じでも作れるんだね。で、またスターが出てきた。で、この上、あ、プロペラじゃん。プロペラは取れない。オンオフしたら取れるっていう感じかな。オンオフもあるんだ。え、これどうやって取るんだろう。取れないよな。これなんかさ、スーパーマリオワールドだったっけ、なんかルーレット形式。残り3機しかないって。上のプロペラがオンオフが隠れてるなんて思わなかったって。で、カセもいんのね。で、分かってる、こいつ1匹しかいないんだろ。なんでこのスネークブロックだけはどうにかならなかったのかな。4匹だったっけな。まあ、4-2ブロックでつなげるとかさ。え、これ先行けんくね。これジャンプして届くかな。多分先に陸地があります。で、もうすぐゴールがあると思うんだよな。これが最後の土管でしょ。次か、この次が最後の土管をイメージしてると思うから、めちゃめちゃ50コインくれるじゃん。で、ここでゴールっていう感じかな。これ一気アップ大事にしてった方がいいね。さあ、次は中ボスだね。で、僕ちょっと懸念してることがあるんだけど、この動画の中で使われちゃいけない音楽っていうのがもしかしたらあるかもしれないんですよ。そうしたら YouTube にアップロードした時にさ、あなたの動画は著作権違反してますよってくるから、その時は音楽無音にさせてもらうかもしんない。こんな音楽とか聞いたことないもんな。もしかしたら知ってる方いる？これね、僕聞いたことない。スーパーマリオサンシャインとかさ、やったことないから、そんなに使われてる曲かもしんないね。で、ピージャンはできないのかな、これ。ピージャンができない。ここでピージャンは、ピージャンができない。なんか喉もカスカスになってきたな。やばい、するのに夢中でめちゃめちゃ喉カスカスになったの、これ気づいてなかった。さあ、ここもどんどん渡っていこうか。ピンスイッチが大量にあるコースっていうだけなんじゃない。土管は入れそうにない。 B も持てる。このちゃんと B も持ったりすることができるんだな。これはこのアテナすげえ気になる。いや、いけるかこれ。
ガリガリか。多分ですよ、さっきのガリガリのところはアイテムを維持したまんま進まなきゃいけない、そういうコースだと思います。でここに来るまで約2回ぐらいやられてしまいましたね。やーべー、当たってしまった。これさ、さっきのところ進めないんじゃない。どうしよう、こここれ、こっちちょい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 ちゃんできるじゃん。でこれでゴールっていう感じか。さあゴールしようか。え、今度ルーレット形式じゃないね、これゴールできんの。ボール雑、ますます面白くなったね。じゃあ次はお化け屋敷のコース、果たしてね、この3スキンのコースでお化け屋敷がしっかりと作られてるのかっていう話ですよ。1の1バット13 13って何で、無音、え、音楽ないんだけどいいね、僕に気を使ってくれてるんじゃない。さっきさ、著作権がどうこう言ってたじゃん、だからそれを気にして無音にしてくれてるみたいな。4つ目の土管入れる。でも何もない。あ、わかった、このコース1の1だけど何もないっていうコースなんじゃないかな。多分そんな感じだよね。もう本当に何もねえじゃんまあまあまあ、ボーナスコースだったね。次はボスかな。でもボスに行く前にさ、ちょっと右とか行ってみようぜ。こっちから行けばなんか変わるみたいな。あー、そういうことはないのか。この左のサボテンも意味ない。これ裏に道から入ったら裏のなんか別の場所に出てきたりとかする。そんなことねえか。さあ1のトロール、トロールとかやめろって、残り3機しかないんだって。よいしょよいしょ、ちょっと待って出てきてしまったんだけど、残り2機の状態でさ、ここクリアできなかったら最初からやり直しっていうことなんじゃないかな。うわ、最後に1のトロール持ってくるのめちゃめちゃ鬼畜だと思うな。どんなのが来るんだろう、こんなウェブ上に。やめろー、危ない危ない、えっ、チョロミやめろ。いや、早いって。しかも復帰がさ、さっきから思ってるけど、もうちょっと休みをくれよ。そこのハテナが取りたかっただけなんだって。何が来るか全然分かんねえな。取りやったー。え、これ最初からやり直し、そんなことはないよな。皆様、この制作者さんはとても優しい方で、1の1のコードだけがあったね。それやってってみようか。でもさ、さっきのワールドをクリアした後がどうなるか気になるよね。まあこの画面に戻ってくるだけだとは思うんだけど、とりあえずさっきのトロールはワールドじゃないコースでクリアさせて、でその後にワールドでクリアしてみる。はい、始まった、1のトロール。もうこっちは残機無限だからね。もうさっきの残機3とかでさ、トロールをクリアするなんて絶対無理じゃんか。じゃあここで石味が落ちてきた、まあ、そんなにね、難しいようなドロールじゃないと思うんだよな。ここでアイテムとか出てくれたら、あ、出てくるね。で4つ目の土管も入れた。こっちはうぜえ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 のやめろって。そんないい加減にせんか。無敵時間を利用して右まで行っちゃうか。いけませんね。これやってて気づいたわ、普通だったら無敵時間3秒ぐらいあると思うんだけど、これ1秒ぐらいしかないんだよな。でこれどうやって行けばいいの。とりあえず右に渡っていくだけでいいのかな。いや、上の丸々邪魔すんだよ。絶対ボヨンドが跳ねて落とすことなんてすんなよ。おばあ、ちゃんと跳ねるんだこの丸々。じゃあどうやって行けばいいんだろうな。跳ねた瞬間、あ、ここか、ここら辺でジャンプして右に行こうか。届け、オッケーオッケー。そしてこれはアイテムなのかい。うん、メカクッパもいいのね、初めて見たぞお前。まあモテるっていうことは分かってる。こんなところに隠しブロックがあるのか、よくかわしたな今。さあこの、いや、このメカクッパ生き返るのかな。ちょっと離しておこう。あっちゃちょっと待てって、なんでいいのよ。あ、これ当たった方がいいんじゃない。チビの状態でいけっていうことだったんじゃないかな。それだったら行きやすいよね。このメカクッパをまた持っていく。さっきのバブルのところに気をつけよう。これ上から行ったらどうなるか気になんない。下から行くのは危ないっていうことが分かった。大ガリせえよさっきから。今現行のマリオメーカー積んでこんなコースを作られても普通にいいコースやねえか。なんでよ今踏んだじゃんお前早いって、復帰めちゃめちゃ早くなる。このゲームキラー踏めないのかな。絶対踏んだと思うんだけど、一旦下まで下ろして、これだったら絶対踏めるでしょ。オッケーオッケー。カチャとか言うな、カチャとか。もうちょっとちゃんと踏んだ音出してくれよ。それさ、スピンで甲羅踏んだ時の音じゃん、カチャってさ。ここよ問題は、バブルがどこからどこまで出てきたか。もう一回降ってきたら降りてこないのかな。いや、これスターだったらいいんだけど、いや、スターじゃねえか、左だったっけいや違うんだって。ちょっと言い訳だけさせて、操作性がマジでむずいのよ。やっぱりスターは隠れてない。じゃあこの上にアイテム、オッケーオッケーオッケー、こいつがあればもうゴリ押しでいこう。よーし、中華
いやこれゴキ以外とか絶対無理だろ。あさあやっと念願の中間ですよ。ここアイテムとかないのかな。ないね。ちょっとめちゃめちゃビビったじゃねえか今の魚。お前ら打ち上げられた魚みたいな感じになってんじゃねえよ。なんでやられんだよ。このブクブクさ下まで降りてこないんだね。それは初めて知った。あしかも踏めない。なるほど、ブクブク踏んだらダメってことか。問題はこっからよ。右下にドッスンがたくさん落ちてくる。このオンオンをすることで、なるほど、このスターを取って先に進めっちゅうことか。隠しブロックがあるじゃん。これ全部ある感じ。じゃあどうしよう。あ、わかった。このボム兵で右のブロックを壊せっていう感じなんじゃない。うわ、先にさ左下のこのファイヤーブロスっていうのかな、こっち倒しておけばよかったかな。そっち倒した方が絶対楽になると思うんだよね。まあまあ、あいつがこう、やめろって、もそのファイヤーマジで禁止、やめて。まあボム兵にチャイカしてくれるから結構簡単だね。で、なにこれ。え、フグ、フグ万年をイメージしてんのかな。わ、新しい3スキンでさ、 3D スキンのあれ持ち込みすぎだろ。あれっていうか、もうそんなところ毒キノコ、やめろやめろやめろって。普通にむずすぎんのよこのコース。じゃあ上からちゃっちゃと行っちゃおうか。これでどう。来た、これでゴール、頼む。でも、もう分かったもんね。あの綺麗さを返せばゴールができると思いますよ。なんでこんなところに土管があるの。なんじゃそりゃ。次で絶対にゴールしてみせる。ここは普通に下に降りていこう。そしてゴールすればいいんだ。やっためちゃめちゃきちかった今の1の1のトロール。で、終わってしまったら開けない。すぐにこの画面に戻っちゃう。で、さっき言ってたワールドの方でもクリアしてみようか。クリア後の画面がなんか変わるかもしんないね。さあ戻ってきたね、ワールドの方に。で、これでクリアしたらクリア後に何か変わるかなんだけど、あ、やっぱこういう風にちゃんとなるんだね。コングラチュレーション、ワールドコンプリートということで、いや、ありがとうございました本当に。いや、意外とあっさり。まあ今日はですね、この辺で終わりたいと思います。もうちょっとやっていきたいのがあるんだよね。はい、それじゃあこのコースなんだけど、いやこのコースって言ってもわからねえか。ただ英数字がめちゃめちゃ並んでるだけだからさ。これミニマリオなんたらかんたらって書いてたんだよね。だからミニマリオになれるのかなみたいな。ミニマリオランって書いてたでしょ。はぁ、とりあえず走ってってみようか。ランって書いてたから、うわっ。ミニマリオになってる。うわ、すげえ。しかも毒の真ん中走ってるんだよ。もう何でもありだなこのゲーム。ちょっと思ったんだけど、この公式のコース遊んでみたくない？いや、公式って言っていいかわかんないんだけど、まあこういうね、オープニングに使われてるぐらいだから、めちゃめちゃいいコースなんじゃないかなと思うんですよ。このスーパーマリオメーカー4とかいうね、文字すげえ邪魔なんだけど、まあ、アイテム出して、あ、あれ何？なんかペンギンに見えない？ペンギンじゃん！え、ペンギンまであんの？うわ、無敵じゃんこんなん。カエルじゃないんだね。いや、当たってしまった。あれさ、ちゃんと氷になるのかな。ちょっとやり直していい？これさあ、やり直してきた。この状態でちゃんと氷になってくれるのかな。なるね。いや本当にすごいよこれ。なんかマリオメーカー2じゃありえないことがたくさんできて、やっぱり楽しいですね。で、ちょっとやりにくいところがあって、上ボタン押すじゃん。まあ上ボタンってドアに入るとかそういうことをすると思うんだけど、このゲームの上ボタンはさ、なぜか下に下がっちゃうんだよね。今上押してるんだけど、どんどん下に下がっちゃうみたいな。でもドアに入るときは上ボタン押さなきゃいけないみたいなね、そういうことがあります。さあこれは上に行けるのかな。このブクブクは踏めないっていうのはさっき分かった。ジャンプちっさ。この氷に乗っていけばいいのか。はいはい、これでショートカットで、うわ、これもちゃんとなるんだね。え、てか持てんの。いや、これ面白い。なんか騎士みたいななってるって、盾みたいななってるってマリオ。この状態で当たったらどうなるんだろうね。一旦当たってみようか。あ、これは打つ当たるのか。あ、っていうかさ、この幽霊みたいなやつは倒せなかったような気がする。スーパーマリオワールドで出てきたと思うんだけど、すごいなこれ。この盾めちゃめちゃ無敵じゃん。さあ中間ポイント取った。これペンギン欲しいね。やっぱ新しいこのアイテム、ペンギンでいきたいわ。さあペンギンでいったら早いんじゃない。で、この状態、いやもうちょっと当たってしまったけど、この状態でさ、ブクブクとか当たったら氷どうなるんだろうね。おっそ、これもしかして氷持ってるからかな。いや、ちょ、いや、やめろって、やめろって。よしよし、おこうかこれ。いや、僕はずっと持っていくよ。さあ登っていく。意外とね、長いようなコースだとは思うんだけど、これ当たってみようか。いや、突き抜けんの。
のか。じゃあいらねえよもうこの氷。さあここで下に行く。下に行くのも遅いな。上ボタン押せばいいのか。上ボタンを押したらちょっと早く下に行ったような気もするけど、これはどんどん避けていこう。で次のアイテムはどこ。もうチリ状態だったら不安だよ。さっきの中間ポイントのところまで僕戻りたくないよ。これどんどん上に行こうか。上に行くのよ、押せ。やられちゃった。めちゃめちゃ遅いね。多分ね、早く上がる上がり方とかあるとは思うんだけど、これ絶対アイテムだと思う。これ取ってきた。やっぱ公式のコースだけあってめちゃめちゃ綺麗に作られてるね。あ、ここでペンギンがもらえるのか。ってことはまだまだ続くっていう感じなんじゃない。もうそろ、あ、ゴールあったね。いや今回はねここで終わりたいと思うんですけど、っていうか単発になるかもしんない。もうやらないかもしんない。まあまたやりたくなったらやるかもしんないんだけど、これねトロールコースとか実はめちゃめちゃあるのよ。いろんなコースがたくさんあって、ぜひ興味がある方は遊んでみると面白いかもしれません。どうもご視聴ありがとうございました。あ、最後で言うの忘れちゃったんやけど、これメイクってあるじゃん。これメイクをしたらさ、やっぱマリオメーカー2みたいにちゃんと作れるっぽいんだよね。こう床とかあるでしょ。でクリボーを配置するみたいな。でアイテムもたくさんあるんだけど、これめちゃめちゃあるね。さっきこれでどんなアイテムがあるとか見れたと思うんだけど、アイテムはどこ。あ、あるある。これは何、ちょっと取ってみようか。これどうやってスタートするんだろう。これ再生。お、コーラマリオ。これどうすんの。待って待って、めちゃめちゃ面白そうなのある。クモフラワーって何。クラウドフラワー。これ取ったらどうなるんだろうな。ちょっと取ってみようか。再生。なにこれ。おほほほほほほ。なんかこんなあったような気がする。見たことあるようなないようなっていう感じだけど、雲を作れるんだね。ジャンプして R ボタンを押すことに。あれ、これどうやって作るんだろう。作れねえんだけど、ちょっと作り方わかんないわ。じゃあ最後にこのハンマーブロスも見ていこうか。まあこれはみんなね見たことあると思うんだけど、ファイヤーボールとかの代わりにハンマーが投げれますよみたいな。あ、やっぱそういう感じだね。いやこうやってね作ることもできるみたいですね。みんな今さ、左下に音符マークがあるじゃん。あれを触ってたら音楽も変更できるみたいなんだよね。例えばこのスーパーマリオ64スライダーって書いてるの。まあこれはもういいか。もう聞き慣れたでしょみんな。他の流していこうか。例えば Wii のビーチ、これだったらさ、スーパーマリオブラザーズ U の、水のステージかな。それで音楽が流れたり、まあ、これはクッパバトル、まあ、クッパとのバトルの音楽が流れたりみたいな。いやすごいよねこのクオリティ。どんくらいあるかって言ったら、このシークバー見て、こんなにあるんだよね。まあこの音楽聴けるだけでもめっちゃ面白いね。さあ終わろうか。最後開けなかったけど、マジで無料のクオリティを超えてるゲームだと思いました。どうもありがとうございます。